んこんにちは、サンディです。今日は、雑誌の付録の比較をしていきたいと思います。では始めましょう。はい、皆さんおはようございます。今この時間ですですね、今日はですね、美的と、グリッターの、雑誌を買いました。で、今月後についてくる、付録の比較をしていきたいと思います。それがこちらのブラシになります。で、これは違う YouTuber さんも、出してたので私も興味があって買ってみました。だけどその前に、雑誌グリッターを買って、私全然付録ついてくるっていうのは全然見てなくて、だから形も選べなかったんですけども、こちらのシリコンスポンジが、一緒に付録に来てました。ちなみに、このひし形と、雫形っていうのかな、形は選べるらしいので、もしこだわりがあるのなら別にどっちでもいいので、私はなんか知らなかったのでこちらになったんですけども、で、これを比較していきます。こちら側にブラシでつけて、こちら側にシリコン、ちなみにもう、シリコンがビデオ上げています。ただちゃんとしたシリコンスポンジではなくて、100均で買った、靴の下敷きみたいなやつ、シリコンでできたやつを、使って、どんなものなのかっていうのはもう、動画で出しています。なのでもしそちらを見たかったら、こちらに上の方に載せておきますので、下の方にも、リンク貼っておきます。で、このブラシに似た歯ブラシ型のこういうブラシについてのレビューもしていますので、そちらも上に、そして下にリンク残しておきますので、もしよかったら見に行ってみてください。ちなみにこれはアリエクスプレスっていう中国サイトで買ったものです。はい、じゃあ、早速ですね、比較を始めていきたいと思います。まあこれ一回動画やってるのでどういう感じなのかは分かっているんですけど、少しの商品で伸ばせるのがシリコンスポンジのいいとこなんですけども、ちょっと難しいのはここの細かいところ、本当に難しいですね。わかります、この穴、ちょっとカバーしきれないですね。そしていっぱいつけても細かく入れられないのがちょっとシリコンスポンジの残念なとこかなと思います。メリットは少しの商品でたくさん伸ばせることですけど、デメリットとしては細かいところをなじませることが難しいのと、最終的にはいくらまあ少ない量で伸ばせるけど余分なものが取れないのがシリコンスポンジのデメリットかなと思います。ちょっともうファンデーションが乾いてきちゃったので、いろいろやってみてるんですけど、ちょっとねーって感じまあ、使ってる感じは毛がすごく柔らかいので全然チクチクはしないんですけども、ちょっと毛が一本抜きましたね今。たまたまかもしれないけど、まあ完全に抜けないことはないかもしれないんですけどね、筆とか。ただ使ってて
全然痛くなくて柔らかくて肌に負担かかってない感じがします。はい、では、結果を発表していきたいと思います。まあ見ていく中で多分分かったと思うんですけども、筆の方がやっぱり綺麗に毛穴までっていうか、ここの狭いところまでつけることができました。ただシリコンスポンジの場合はちょっと入りきらなくて、すでになんかもうファンデーションが崩れたかのような感じの汚い感じになっています。なので綺麗に使えるのはこちらの筆というか、こちらのブラシ、筆こちらの方が勝ちかなと思います。で、シリコンスポンジもまあ悪くはないけど、私の今このつけた感じだとこっちの方が好きです。私はいつもビューティーブレンダー使うんですけど、筆とか全然使わないんですよ。それはこう筆に商品が入り込むのがすごい嫌いで、それはすごい嫌なんですよ。結局商品いっぱい使うことになるし、全然綺麗にできないっていうのが好きじゃなくて、でこれも使ってたんですけど、結局毎日使っていく中で毎日洗わないといけないし、これ結構乾きにくいっていうのもあるから、まあスポンジの方が便利かなと思って使ってるんですけども、筆いいなと思いました。この筆に関して、このブラシに関しては、中に OK、こんな感じで中に商品が入ってないんですよ。入ってればこの部分にもう多分これは毛なんですけど、ここら辺に多分ファンデーションが見えるぐらいになると思うけど、全然入り込んでなくて、全然なんです。本当にそれがすごいなと思って、気に入りました。本当に綺麗にやってくれるし、本当に毛穴とかを綺麗にファンデーションのせれるし、今パウダーも何もしてないんですけど本当に綺麗で、に比べたらシリコンが本当に汚くて、ちょっと付録で来たからいいなと思ったけど、もし試したい人いたらぜひね、会う人はいるかもしれないし、私が単純にこう毛穴がちょっと広がりすぎてるかもしれないけど、まあ私はこっち派です。どっちかって言ったらこっち派です。でもまだシリコンスポンジね、試しないよっていう人とか気になる人は別にこっち買ってもいいと思います。で雑誌自体すごく良かったです。グリッター今回確かバリーを特集だったと思うんですけど、すごく良くて、めちゃくちゃ好きな雑誌なので、まあね、付録目当てだけでなく雑誌の方もぜひちゃんと見てもらえば本当に多分気に入ると思うので、ちょうど夏でね、夏特集もやってたので、そんな感じです。で、美的に関しては、美的は、確か秋のコスメコレクションの、まとめたちっちゃいブックが一緒についているので、そこで、秋のコスメ情報をたくさん見れるので、もしよかったらそちらも買ってください。はい、そんな感じで今日は付録対決でした。ではまたねー。